ヒーローも会いましたね、結構。あと誰だろうな。リト君は、そうそう、なんか、廊下歩いてる時に、あ、オリバーさん先生って言われて、ん？って振り返ったら、ん？この男はと思って、ガシッつって、審判のロックアップしたのよ、その人と。筋肉マンに出てくるネプチューンマンが、相手の超人の実力を測るために、ロビンマスクとかやって。でも実はネプチューンマン、過去は、コーラルマンつって、ロビンマスクがライバル視した相手で、これは間違いない、お前は喧嘩マンっていう、その運命のロックアップをかました瞬間に、この肉厚な、この肩周りの重厚な筋肉、この厚み、貴様、勇気リトってなってね。すごい、ぶらつかったね、やっぱ。さすが肉体、肉体派ヒーローだね。あ、ゆきじゃない、うさみくん。そう、別の控え室でちいさんと一緒になったから、ちいさまと一緒になったから、まあ、ゆきりとはあれだわ、トラブルだわ。うさみくん。ジャンプが、頭がジャンプになってしまった。ジャンプ脳になってしまった。くさ。そう、で、まあ、そのガシータって、体しとんのーってなってね、僕もちょっと鍛え直さなきゃなと思ったんですけど、まあそんな感じで軽い世間話もして、うん、楽しかったね。なんだろうな、いろいろな話あるんだけど、初めて会ったの、あと EN 覗いたら、あと誰だろうな。あ、柴さんか。もう柴さんは後で話そう。そう、だから新人さん、あとウェン君だ。ウェン君初めてだったね。そう、その直前に、確かアキラがいて、その場に。アキラがいて、あいつはなんか自分の配信で、僕の話だったら、あ、はいはいってなったけど、覚えて、あれだからな。向こうから気づいた、あ、オリバーさんつって、ちょっとほがらかに笑ってくれたの、俺は忘れないからな。つって、アキラーつって、僕結構スキンシップ OK な人にはハグしに行くから、ハグしに行って、その流れでウェン君始めたって、あー、ウェン君はーっつって、わーいっつって。もうなんかあれなのよ。フェスだとテンション高いから、もう行っちゃうのよ。行って、わー、で、なんかお酒、もう勝手に僕がすでにあんまり軽くしか話したことなかったんだけど、まあ、数回はでも話したことあるのかな。オンライン上では。でも僕の中で飲み仲間だからすでに。一緒にまだ飲んだことないけど。わーっつって、もうハグしに行っちゃって。今度一緒に飲もうねっつって。唐揚げで食べさせてねっていう約束して。でも結構その後も少しいろいろ話したけど、面白い男だったな、ウェン君。天然ともちょっと違う。なんだろうな。なんなんだろうね。天然ではないんだけど、ちょっとなんか表現しづらいけど面白かったね。ヒーロー多いよね。星レベ君もちょっとそういう、なんか天然ではないけど、なんかちょっと変わってるみたいな。そう、星レベ君もよく話す、よく何回か結構スタジオとかで同じタイミングになったことあって。結構連続で会ったことあって、たくさん話したことあるんだけど。あと、ロー君か。マオ様もお会いして、一瞬だけご挨拶でも。どこ情報だそれ。僕が長尾慶を抱え上げた情報はどこ情報ですか、それは。ちょっとそれに対しては抗議させていただきたいです。あ、ロー君すごかった。初対面で後ろ姿だったけど、多分ロー君だなって分かったもん。どこ情報ですか、本人か。じゃあ抗議させていただきます。本人からだったら抱え上げてないです。向こうから、ジャンピング抱っこしてきました。僕が、彼が、あれが出てきたのよ。ちょうど、ちょっと廊下で何人かと話して、ベルさんとかと話してるタイミングで、ライ君もいたかな？と軽く話してたら、多分、視聴覚室が終わったタイミングかな？から向こうから、扉が出てきた瞬間に、目が合った瞬間に僕がバッて手広げたら、
オッケー君つって手広げたら、向こうからオリベーって言いながら、あのダッシュ、あのルフィとかがやるやつ。に対して、小学生かって、あの、ライ君の、ライ君先輩に対してツッコミ容赦ないから好きなんだよね。ライ君ちょいちょいあのボケに対してすげえツッコミ鋭いからめっちゃ好きなんだよね。なんかね、あのね、ズバッっていうツッコミじゃないよ。笑顔で可愛くすげえウェイトの強いツッコミ、カウンター、昇竜拳みたいなツッコミが来るからいいよね。ライ君マジでライ君いいよね。で、ロウ君だ。そう、ロウ君は、そう、ちょうど順番、あれが一緒だったのよ。控室が一緒で、あれが、多分タイミング一緒だったんじゃないかな。あの、1日目の昇格室のタイミングが同じだったような気がする。か、向こうが1個前か。まあ、そんな感じで一緒になって、控室入った瞬間に、なんか、ダンシーが2人いて、で、まあ、ルベ君は一瞬でよかったのよ。髪長いから。オクトパス、ヘアだから分かったんだけど、隣に、で、隠してなかったから、結構ね、念のため、皆さんやっぱ、万が一、出会わないように、特徴ある人は結構髪の毛さ、まとめて隠したりとか、やっぱ控え室の中でも変装してるのよ、みんな。まあ、一応ね、会場近い、一緒だから、お客さんに会って、キャーって言われないようにね、してるんですけど、その時は多分休憩中だったから見えてて。そう。で、その横に、男子が座ったんだけど、で、しかもルベ君は横顔見たのよ。男子背中しか見えなかったんだけど、絶対小柳ローだと思って。なんか知らないけど、もう、まあ、多分、まあ、他のヒーローたちは大体合ってるから、僕。他のヒーローたちほぼ合ってて、で、ウェン君もその前に会ったから、とリト君も直接会ったから、本当に会ったことない人いないし、カゲツ君もね、挨拶させてもらったし、そう。でも、パッと見で絶対小柳郎だと思ったのよ。後ろ姿。でも、後ろ姿で黒髪じゃんって結構いるじゃん。鉄会えなかったんだよね。悲しい。会いたかった。久しぶりに会いたかった。もうなんかオーラが小柳ローなんだよね。で、入った瞬間に二人とも立ち上がってくれて、うわーって思って、さっつって、あ、どうも、あ、どうも、小柳ローですって言った、あ、だと思いましたっつって、えって待って、いや、なんか、小柳ローくん、なんか、オーラがある、小柳ローのオーラがあるって言われて、どういうことですかみたいなしながら、まあ、三人でしばらくは控え室、三人だけだったから、ね、男子トークしながらね、昇格してどんな感じですかねって、あ、でも思ったより短いからね、結構瞬発力いるよって、頑張って集中して、なんて返そうかって結構しっかり考えないとね、とか、そういう話をしていたんだけど、で、その後に女性陣も入っていらっしゃって、ワイワイなんか話しながら、そんな中ね、昇格室になったんだけど、まあ、昇格室の話も軽くしましょうか。あと、カゲツくんとも会って、カゲツくんとはね、軽く世間話ぐらいだったんだけど。ヒーロー全員会えたな。まあ、テツとかマナくんは会えなかったんだけど。だからマナくんとリトくんとランニエちゃんと、レオスくんと、長尾ケイと、デビさんとサンゴさんは、あと社長は一生何かやってるときに一生声響き渡る。